cause we're spending the night, and it feels alright, but it's over now. Time keeps slipping with your skin next to mine. 今日は新大久保からちょっと離れてザ・ラウンジっていう韓国っぽく人気なおしゃれカフェに来ました。来ました。まずはオレグラッセっていうドリンクです。すごい2層に分かれてて綺麗ですね。どんな味だろう。いただきます。下のミルクの部分がほんのり甘くて美味しい。今回注文した3種類が出揃いました。こちらはコリアンエッグベネディクトフレンチトースト。なんと甘いフレンチトーストの中にキムチが入っているんです。こちらは韓国で人気のスイーツ、テリーヌショコラです。これがコリアンエッグベネディクトっていうフレンチトーストです。なんとキムチが入ったフレンチトーストです。すごいボリューム感で、これが韓国で今すごい流行ってるスイーツ、テリーヌ。日本語だったら普通にテリーヌですね。ショコラテリーヌです。美味しそう。それでは早速食べていきたいと思います。すごいキムチが入ってる。美味しそう。こんなフレンチトースト見たことないですね。いただきます。キムチとフレンチトーストってどうだろう。これめちゃめちゃ美味しいです。甘じょっぱくてすごい美味しい。甘いタレみたいなのがかかってるのかな。開発した人すごいですね。これこれ食べるためにここに来る価値すごいあると思います。美味しい。これこのフレンチトーストの食パンはすごい厚めでふわふわで、で味がすごいよく染みてるほんのり甘いフレンチトーストなんですよ。甘みのあるソース、塩気のあるキムチで、あとまろやかな半熟卵が合わさって、すごい、これめちゃめちゃ美味しいです。ボリュームもすごいあってお得感がありますね。でキムチとかはなんか辛いのかなって心配な人もいると思うんですけど、このコリアンエッグベネディクトに乗ってるキムチは辛いキムチとかじゃないので、半熟卵も乗ってるし甘いソースもかかってるから、キムチ食べれないよとか辛いの苦手な人でも美味しく食べられますね。めちゃくちゃ美味しいですこれ。本当にこんなすごい勢いで食べる予定じゃなかったんだけど。ちょっとこのままだとこのフレンチトーストがすごい美味しすぎて先に完食しちゃいそうなので、続いてテリーヌ食べたいと思います。美味しそう。このテリーヌは去年ぐらいから韓国ですごい流行ってて、韓国語だとテリーヌって言うんですけど、それがここでは食べられるということで楽しみにしてきました。すごい柔らかくてナイフでスッと切れました。テリーヌいただきます。すごい滑らか。テリーヌもすごい美味しいです。本当に見た目とか映えだけじゃなくて味もしっかりすごい美味しくて、美味しい。これインスタとか見ると他のフレンチトーストも載ってるんだけど、多分ねここどれ食べてもきっと美味しいんだろうな。料理が美味しいです。
姉妹店のジアンジアベニューっていうお店があるんですけど、そこにもフレンチトーストはあるみたい でちょっとメニューが変わってくるそうです。あのそっちもちょっと行ってみたいですね。すごい気になる。オーナーさんが同じということでね。でそっちはちょっと可愛いスタイルのお店で、あのセンイルケーキ、ハングルで書いてくれる誕生日ケーキが有名で、インスタとかでよく見かけるお店です。こっちはちょっとクールな感じの店舗です。お料理も美味しいし、いいカフェです。新大久保にカフェがないんですよね。あんまりおしゃれなカフェがないから、韓国っぽカフェをいろいろ回っていこうかなと思ってるんですけど、取材依頼して大正解でした。皆さんにおすすめできるすごい素敵で料理が美味しいカフェです。もうちょっとで食べきってしまう。結構フレンチトーストはハンバーガー1個分よりボリュームあるかなぐらいだけど、味が美味しいからもう私1人で今ペロッと余裕で1個食べきれそうですね。っていうかもうほぼ食べ終わっちゃいました。最後の一口です。完食。こうやってメニューとか見てみると結構飲み物の種類も豊富で、フレンチトーストも6種類ぐらいあるんですよ。しかもだいたい1000円から1000円以下なので、すごい値段もお得だと思うし、でランチセットだと朝の10時から午後1時までフレンチトーストとヨーグルトとあとドリンクがついてなんと1300円です。すごいお得。フレンチトーストも6種類の中から自分が好きなやつ1品選べるのがいいですね。それでは今回紹介したザ・ラウンジまでの行き方を紹介します。八王子駅の北口から出てまっすぐ直進していってください。こんな風景が見えたら右に曲がっていってください。するとちょっと進んだだけで左手に階段が見えるので、そちらを降りていきます。そのままずっと直進です。しばらく進んで横断歩道があったらそこを右折していきます。そのままずっと進むと左手横断歩道を渡った向こう側にザ・ラウンジが見えるので到着です。駅からだいたい徒歩3分ぐらいかな。とても近いので行きやすいんじゃないでしょうか。というわけで今日はザ・ラウンジっていう韓国っぽくておしゃれなカフェを紹介したんですけど、結構人気店で混むみたいなので、土日とかは開店直後とかあと夕方がおすすめだそうです。であと姉妹店のジアンジアベニューさんもすごく可愛いので、インスタとか概要欄に載っけておくので、よかったらそちらも見てみてください。で食べ物とかデザートがねすごく美味しくって、シェフが作っているそうです。本当にあのどっかから工場から持ってきたようなデザートじゃなくて、ちゃんとシェフがいて作っているデザートなので、本当にね来て食べる価値ありだと思います。それでは今日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらいいねとチャンネル登録、インスタのフォローもよろしくお願いします。アンニョン。